去年18年ぶりのセ・リーグ王者と38年ぶりの日本一に輝いたプロ野球阪神タイガースの選手たちは連覇に向けて春季キャンプに励んでいます。猛練習に取り組む選手たちの様子をご覧ください。球春到来、2月1日沖縄です。今年もプロ野球のキャンプの季節がやってまいりました。プロ野球選手にとってはお正月というところでしょうか。さて今日は沖縄県最高気温25度、夏日です。ガクトさん、暖かいを通り越して暑いです。よかったらガクトさんも沖縄へいかがでしょうか。さあ今日は連覇を狙うタイガースのキャンプの様子を伝えてまいります。今月1日に始まった阪神タイガースの春季キャンプには1軍2軍合わせて72選手が参加。温暖な気候の下で1ヶ月間の練習に励みます。沖縄県宜野田村で行われている1軍キャンプには日本一の立役者となった主力メンバーらが参加。キャンプ初日からバットを振り込むのはタイガース不動の4番、大山雄介選手です。去年4番ファーストで全試合に出場した大山選手は今シーズンで8年目を迎え、存在感がよりスケールアップ。今年のキャンプでは走塁にも力を入れると話すなど、走攻守揃った4番として球団初の連覇に向けて気合は十分です。昨シーズンはルーキーながら2桁本塁打を放ち、大車輪の活躍で1年目から日本一を経験した森下翔太選手。今年のキャンプでは打率の向上を目標に掲げるなど、フォームを模索しながらのバッティングに取り組みます。またキャンプの臨時コーチとして招かれた阪神 OB で走塁のスペシャリスト赤星憲広さんからは盗塁のコツを伝授されるなど、打撃以外の面でもさらにパワーアップ。競争の激しい外野でスタメン争いを勝ち抜きます。自分も走塁盗塁、しっかりやっていきたいなって気持ちが強いので、やっぱり今日みたいな、やっぱり盗塁を取った方とこう話して走塁を実際やってみてってところはすごく勉強になりましたし、まあ、ここからはやっぱり教えてもらったことを自分の中でどんどん刷り込んでいくのが大切だと思うので、2桁盗塁いきたいなと思ってます。去年はリーグワースト2位の20個のエラーを記録し、守備での課題が残った佐藤輝明選手はこのキャンプで守備力の強化に取り組んでいます。おとといは臨時コーチとして招集された鳥谷貴さんとマンツーマンの特別守備練習。現役時代ゴールデングラブ賞に5度も輝いた守備の名手からその極意を学んでいました。まあ、しっかり 足を使って、まあ、受けるだけじゃなくてこうしっかりグローブ出していけるようにっていうのを今日教えてもらったんで、はい、それを、まあ、今後も続けていこうかなと思ってます。一方の投手陣、昨シーズン10勝を挙げて新人王と MVP に輝くなど大ブレイクを果たした村上頌樹投手や、去年プロ初登板を果たした高卒2年目の門別圭斗投手、今シーズンメジャーリーグのレイズから移籍してきた新外国人のハビー・ゲラ投手や、ルーキーとしては唯一の1軍メンバー入りを果たしたドラフト2位の椎葉剛投手など、注目の投手たちが次々とブルペン入りする中、岡田監督が熱い視線を送っていたのは湯浅敦樹投手です。昨シーズンは開幕から守護神を任されながら度重なる怪我に苦しみ、わずか15試合の登板にとどまりました。湯浅投手は自主トレ期間中に見つめ直した投球フォームで守護神奪還へ向けこれまでやってきたことをアピールします。一方
1軍昇格に向けて練習に取り組んでいる2軍キャンプでは、この具志川球場と1軍の宜野座は距離にしておよそ30キロということで、まあ、去年からスムーズな入れ替えもあるということで、選手はしっかり1軍キャンプを見据えながら頑張っています。2軍キャンプでは今年のドラフト1位下村海斗投手をはじめとしたルーキーたちがそれぞれのペースでプロとして1年間戦える体を作っています。他にも岩崎優投手や岩貞雄太投手、糸原健人選手といった実績のある選手たちもキャンプインは2軍スタートとなりました。開幕に向け日々スキルアップに励む選手たち、阪神タイガースの春季キャンプは今月27日まで続き、来月29日に始まるシーズンで球団初の連覇に挑みます。ガクトさん、選手たちの頑張りいかがですか？いやー、キャンプは本当ね、もう自分のアピールの場でもあるし、ベテラン選手は調整の場でもあるんですけど、やっぱ若手がどんだけなんだろうな、ワクワクしてるかっていうのはね、きっとキャンプ見に行った人だったらすごいわかると思うんで、そうなんですよ。もうなんといってもね、見に来られたファンの方々がやっぱり熱いということで、こちらにね、2月1日キャンプ初日の様子映したものなんですが、平日にもかかわらず2500人のファンが詰めかけたということで、ガクトさん、日本一のチーム注目度もやっぱり高いですね。いやー、ファンの方もね、日本一のチームのファンだってね、やっぱ阪神は特に自分たちが育ててるっていう自負があるから、誇らしいですよね。そう、すっごい嬉しいだろうね。そのチームをね、柴原さんも近々見に行くということで、本当に来週こんなに多かったら何時に私は現地入りにしたらいいのかが多分社内にいっぱいアドバイスをしてくれる人がいると思うので、プライベートでしょ、はい、だから別に何時に行ったっていいのよむちゃくちゃやる気になってる。でも行くからにはね、ブルペンとかね、貴重な場所を見たい、多分スケジュールを立ててみっちり計画立てていきたいってことですもんね。そうそう、プライベートだからいいのよ、別にゆっくり行っても大丈夫だろうよ。ぜひね、その報告も楽しみにしつつ選手たちね、残りおよそ3週間練習に励むということで、またキャンプ情報もお届けできればと思います。ここまで特集をお届けしました。